アリアです。ピンクラテティーウィー始まるよ、イエーイ。今回はアリアの1日の食事を紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、まずは朝ごはんです。朝ごはんはこんな感じです。はい、今日はね日曜日なので朝は結構ゆっくりと起きて、で、まあ、朝ご飯を食べた後に、YouTube の撮影とか、あとインスタの撮影とかがあるので、それをね、やっていきます。で、朝はね、ちゃんと食べます。まずは、これはヨーグルトです。ヨーグルトはバナナとかフルーツが入ったヨーグルトが好きで、上にはナッツを乗せています。ヨーグルトは結構好きですね。あとこれはフルーツです。キウイとパイナップルとオレンジとイチゴが入ったフルーツです。朝は糖分が必要なのでフルーツを食べています。これはスクランブルエッグとクロワッサンです。クロワッサンはね、とても好きです。あと卵がね、すごい好きなのでスクランブルエッグも好きです。ちょっとね、自分でやった時にぐちゃってなっちゃったんだけど、これがね朝ごはんです。じゃあ次行きます。はい、お仕事から帰ってきました。お昼ご飯はお家で食べます。お昼ご飯はジェノベーゼパスタ、アリエが大好きなジェノベーゼパスタです。ジェノベーゼパスタの上に生ハムを乗せてみました。美味しそう。ジェノベーゼパスタと、ね、生ハムはすごく相性がいいのでよく乗せてます。このジェノベーゼパスタはアリエはいつも外とかでパスタ食べる時もこのパスタにしたり、いつもこのパスタですね。いや本当に美味しいので大好きです。なので家でも作っちゃいました。美味しそう。いい匂い、すごくいい匂い。バジル大好き。ということでお昼ご飯はこんな感じです。じゃあお昼ご飯はこれで終わります。はい、夜ご飯はこんな感じです。和食ですね。まずメインは天ぷらです。これはエビとイカとレンコンとさつまいもとかぼちゃの天ぷらです。アリアはさつまいもとかぼちゃの天ぷらがめっちゃ好きで、2つがめっちゃ好きです。あとはサラダと黒豆です。黒豆めっちゃ好き、甘くて美味しいです。豆と言ったら黒豆だよね。でお味噌汁です。わー、アリア豆腐のお味噌汁がね好きなので豆腐のお味噌汁を飲みます。湯気が出てます。美味しそうです。夜はご飯を食べずに、ちょっとね天ぷらが多いので夜はご飯を食べません。味噌汁が美味しそうです。こんな感じの和食ですね。やっぱ1日に1回ぐらいは和食をね食べたいので、晩ご飯は和食にしました。これで晩ご飯を終わります。晩ご飯。はい、アリアの1日の食事でした。どうでしたか？アリアが普段食べているものがみんなに知れたらいいなって思います。みんなもアリアと一緒のもの食べてね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。